はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まルで,です。第93回選抜高校野球春の甲子園ベスト8本戦成績分析ということでやっていきれども言います。はい、まあ。ついにベスト8が出揃ったわけですけれども、本戦の成績をね、ちょっと分析していこうかなと思いましてですね、この動画撮らせていただいております。はい。ということでですね、これ本戦の成績です。えっ、ー、と、 手剣さんでやっているので、多少の違いがある可能性はあるんですけども、そこはちょっとご容赦いただければと思うところと、あとですね、失点。防御術って失点じゃなくて、自責点で出さなきゃいけないんですか、本当は。ちょっとあの、まあ、あ手間もかかるので、失点の方で出させていただいてるんですね。 なので、多少は、あの、この違う可能性があるんですね。まあ、そこだけちょっとご容赦いただければとは思うんですけれどもですね。で、このナンバーと振ってあるのが、試合順なんですね。明日の試合、明日は目標ですね。今日、えっと、3月28日の、え準々決勝の試合順になってます。はい。要は、あの、1番、仙台育英対天理、第1試合ですね。 第2試合が東海でサ見た対福岡で大振りという形でね、えー、並んでいます。まあね、ちょっとこれは見ていただければと思うんですけれども、まああの、時間が足りないっていうことであればね、ちょっとあの動画をストップしていただいてですね、えー、ゆっくり見ていただければとは思うんですけれどもですね。で、これでまあちょっとね、順位の方をね、つけさせていただいております。でですね、えっ、ー、と、こう、あ、一個間違えた。まあいいや、こうで、こうか。はい。という形でですね、えー、セの順位を出させていただいております。はい。まあ打撃部門、ああ攻撃部門、 安打と打率、盗塁、本塁打、得点の各3位以内、ベスト3ですね、トップ3を出しています。で守備部門も防御率、失点、被安打、よし四球、奪、えー、三振で3位以内出させていただいています。ただ、失点だけはですねあの3位が2個いたので、えー、4つ並んでますけれども、えー、3位以内です。でえー、と総合部門とというところが 公益総合、守備総合、トータルといううになっているんですけど、この赤の部分の公益部門の成績を足したあ、順位に変えて足したものがこの公益総合。で、守備総合はこの守備、青色になっている守備の、えー、5項目を、えー、順位で足した数字がこれですね。で、トータルはこれを両方、公益総合と守備総合をトータルした、合計した数字っていうのがこのトータルの部分になります。はい。 ということでですね、まあトータルすると、まあ天理、仙台育英、東海大相模という形になるんですけれども、まあ各ね、攻撃と守備でいうと、攻撃で言えば中京大中京、仙台育英天理、えー、守備総合でいうと、東海大相模天理、えー、福岡大大堀という形になります。はい。という形でですね、まああのー、今回出させていただきました。ね、これを見ていくと、まああのー、 ね、総合力で言えば、このえー、と本戦の、ね、結果の総合力だけで言えば、ね、天理が、えーまあ、一歩抜けてる感じになってるのかな、天理、仙台育これ、天理と仙台系一1回戦で当たりますからね、この結果だけを見ていくのであれば、まあ、天理が優勝する可能性が高いということになってくるんですけれどもです、ねまああのー、予選の、ね、成績。 の方を見てみると、ちょっとこれ表は用意してないんですけども、出せるように用意してないんですけれども、どこ行ったっけえっと、これの地区大会の結果だから、これじゃないな。これか。で、行くとですね、ああ順位的には同じような形で出していくと、えこれ総合だけしか出してないんですけれども、仙台育英、東海大菅生、東海大相模、明豊、福岡大大大堀、中京大中京、天理智弁学園という順番になります。 はい、その辺を考えるとね、まあ、仙台育英って両方で上位に上がってきているので、まあ、有力なのかなと。あとは、東海大相模もそうですね、両方で上位に上がってますね。うん、この辺っていうのは、仙台育英、東海大相模っていうのが、まあ、あの総合力で言えば、まあ、上の方にいるという形ですかね。ただですね、まあ、あの優勝候補、今、優勝候補筆頭の大阪桐蔭を破ってきている、えー、智弁学園っていうのは、総合力ではまあかなり。 下の方なんですけれども、まあ,あの、まあ、強いよねっていうところで <laughs>、あのね、あれなんですけれども、うん、まあ,あの、対戦相手とかもありますのでね、特にあの、自弁学園の場合、1回戦で大阪桐蔭とぶつかってるので、結構そこでね、あの防御率とか下がってるんですよね。 うんでえー、その後もまあ、広島新庄で、まあ、それなりに強いチームだったっていうのもあって、まあ、結構ね、智、あ、弁、のー、学園に関してはまあまあ、ね、当たりも悪かったっていう部分があって、まあ、特に1回戦ですね、大阪桐蔭と、まあ、8対6とかで試合しちゃってるので、その辺があるので、まあ、なんとも言えないところではあるんですけれども。うん ねまあ、2試合なのでね、まあ、なかなかちょっとあのあれですけれどもうんまあ成績とかで言っていくとこの3校天理仙台育英東海大相模というところがまあ候補に上がってくるとただその東海大相模に関してはその優勝候補に挙げられていた格好ではないので基本的にはまあ挙げてるところもあったかもしれませんけれども基本的にはその優勝候補という形でいろんなところでえ名前が出ていたのがどういった。 えーっと、出ていたのが、これだから、えー、っと、今回残ってる学校の中だと、仙台育英、東海大菅生を、えー、中京大宗教、智弁学園というところが優勝候補に挙げられていたというところですね。うん、まあ、その辺はね、えー、まあ、どうなってくるのかっていうところではあるんですけれども。うん さてはて、えー、明日というか、もう今日になりますけども、あとね、えっ、ー、と、6時間もないですかね。5時間ぐらいで始まりますかね。まあ、これ、撮ってるのがね、夜中の3時半ぐらいなんですね。3時半頃なので、まあ、あと5時間ぐらいで始まるんだと思うんですけども、うん。まあ、楽しみですよね。ここからね、どの高校が消えるのかというところですよね。うん。まあ、今残ってる学校がもう一回呼び上げておきましょう。えー、っと、読み上げる前にこれ、 こっちにした方がいいのか。ええー、と、こうして、こうして、こうすればいいのかな。まあ、あの、この、端っこが残ってるわけですよ。仙台育英対天理が1回戦。ん第1試合。えー、第2試合が東海大相模 VS、えー、福岡大大堀。第3試合が明豊 VS 智弁学園。第4試合が東海大菅生 VS 中京大中京と。 いう形でまあ、私の予想としては、えー、仙台育英東海大相模えー、と智弁学園中級大中級が上がってくるんじゃないかなという風に思っております。まあ、ただね。どこも、えー、逆になってもおかしくないと。 これ全部外す可能性もないとは言い切れないという感じで難しい予想にはなってきている部分があるんですけれども、まあそ,そうですよね。もうここまで勝ち上がってきてますからね。もう2回、あの、全国のね、大会を勝ち上がってきて強いチームをですね。まあ一番の21世紀枠とかもいますけれども、まあ21世紀枠って言ってもね、まああの、県大会で結構上の方まで上がってきたチームばかりですから、まあその辺考えるとね、あのー、 どこもかしこもね、強い位置も倒してきてるわけなので、まあ、ここまで来ると、まあ、あのどこが勝ってもおかしくないっていう部分はあるとは思うんですけれども、まあね、あの優勝候補としては仙台育英であったり、一弁学園、まあ、総合力で言えば仙台育英、まあ、天理あたりなので、まあ、ここ1回戦で当たり、あしたの,、ね、の試合で今日か、まあ、あのベスト8で当たってしまいますのでね、どっちかしか上がってこないので、まあ、仙台育英が勝つかなとは思ってるんですけれどもね、うん、まああのー、 これで言うとね、仙台育英と智弁学園の2トップ、その下に、えー、天理、東海大菅生、中京大中京というあたりが追いかけてくるという感じですかね。まあ、当たり順の関係で東海大騒ぎも、ね、結構来るかもしれませんけれどもね、ほぼ全部言ってるやないかというツッコミが、ね、入りそうですけれども、はい。まあ、そんな感じで、えー、今回ね、えーと、ベスト8に進んだ4校の戦力。 をねえー、成績ですね。戦力じゃない。成績ですね。成績の方をまとめさせていただきました。えー、よろしければですね、えー、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そしてね、いいねをつけていただけますとね、励みになりますので、ぜひいいねの方よろしくお願いいたします。ということでね、えー こんな夜中に動画を上げさせていただきもう上げ方になるかな上げる頃にはね。うん。もしかしたらちょっと明るくなる頃に上げるかもしれませんけども。できれば、ね、4時ぐらいまで上げちゃって、僕もあの寝ようとね、明日に備えて、ね、寝ようと思います。はい。ということで、ありがとうございました。えー、フリーライターのいつか洗って過ごせる日まルで,でした。